はい、どうも皆さんこんにちは、スターリーの河野玄斗です。そして一応いるわけです。初の試みということで、マインクラフトを実況していこうと思います。なんかこう、とりあえず素材集めて街を作るのか城を作るのかなんかそういうようなゲームだっていうのをなんとなく知ってて、それ以外何もわかりません、まあ、あまりにも何もわからないとちょっとぐだるというか、ひどいものをお見せするかもしれないっていうのがあるっぽいので、どうせできるでしょうって僕は思ってるけどまあそうらしいんで、サポーターとして早速新規ワールド、これなんか適当にイズム、ゲームモード、サバイバルハードコア、え、まあサバイバルの難易度ハードとかでいいんじゃない。まあまあまあ、いけるでしょ。なるほど。子供向けのゲームなんでしょ、これ。これ、まあでもね、そりゃそうでしょ。もう設定からして子供向けのゲーム感がすごいからね。これね、実はスキンも作ったんですよ、始める前に。そう、ハードやばいよ、だって。ハードやばいの。ゲンゲンずっと言ってたから、これ、始める前に。いや、そう。だって俺ゲーマーだから、どうやって動かすんだ。これは。え、動くのは、あ、蜂だ。この、4つの木だね、W。お、なるほど、のこういうことか。そう、わっ、え、落ちたらダメージ食らうので、スペースでジャンプ、スペースでジャンプね。あ、なるほどなるほど、こういうことか。お、すごいすごい、やっぱゲーマーだから。そう、ゲーマーだからね。あ、豚、豚、これはこうすればお倒せんじゃん。え、これ倒したら経験値とか入るの。まあ入ったり入んなかったり。何、レベルアップのシステムあんの。そう、一応ね、経験値を貯めるっていうのは。オッケーオッケー、じゃあ、まあそれで死ななくない、何かができるようになる。え、本当に倒せる。え、しかも攻撃し、あ、倒した。あ、これも掘れんの。え、これも掘れんの。あ、掘れるんだ。掘れないものはないよ。え、土壌嵐じゃん。そんなことできんだ。条例によっては違法になるね。うん、しかもさ、重力っていう概念が存在しないんだよ、ここ。だって上の木止まってるわけでしょ。あ、蜂倒そう。曖昧なの、重力あったりなかったり。あ、これ蜂の巣じゃん。え、絶対これ攻撃したらたくさん出てくる。え、これでも、うわっ、逃げろ逃げろ、絶対。ちょっと待って、あー、やばい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 。あ、しかも麻痺になってる、なんかわかんないけど。え、これどうすれば、どうすればいい。くそ、くそ、逃げな。倒してやる、倒してやる、倒してやる。あ、やばいやばい、回復薬は。あ、もうダメだ。あ、これ死ぬわ。あ、死んだ。あ、生きてる。え、こんだけ蜂に刺されたらアナフィラキシーショック起こしそうだけどね。こう、こういうこと。スキン見たいんだって。スキン、スキンってどうやって見るの。視点変えたりとか。はい、どうも皆さんこんにちは、スターリーの河野玄斗です。いいね、似てるね。そうということで、あれすればいいのか、マインクラフトのマインの方だね。マイン、アンダーマインとかね、その弱めるって意味があるけど、それは相手の下を掘るから、まあ、地盤を崩すみたいなので弱めるってことがね。勉強になるね。そう、マイン。ちなみに満腹になったら体力回復していくから、うん、今満腹ゲージが。おー、なるほど。そう、じゃあ豚探せばいいのか。豚はでももう1個持ってるよ。あ、そっか、食えばいいのか。なんだ、簡単じゃん要領はつかんだね。で、これで右で使うんだっけ。あれ、何で使うんだっけ。右じゃない。なんだ、こういうことね。で、回復していくんでしょ、これで。お腹いっぱいだから。マイクラはですね、夜が怖いゲームなんですよ。夜になるとモンスターっていうのが湧いて、今殺されたのは今いる、まあ、目の前に見える。うわ、やばい。え、弓じゃん。そう、夢になった。え、遠距離も狙ってくんの。そう。え、じゃあもうこれなるべく直進で動かずに曲がりながらこうやって動いて、うん、相手の軌道をずらすっていうのを知ってかなきゃいけないのか。え、これアクションゲーじゃん。これアクションじゃん。ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。あ、いい音。あ、待って、夜が明けるんじゃないこれ。え、待って、ちょっと待って、弓が来てるんだけど、木のあの草に当たって、いやーもう弓だから直進。あー、なるほど。あー、今殺されたのはクリーパーっていう。クリーパー、そう、爆発する。爆発、そう、
人間アピール会。いや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 初見って誰だってそうでしょ。さっき簡単だったなんだ簡単じゃん。いやいやいや、まあだからルール分かってないゲームに対してもうね、できなくて当然じゃんね。うわっやべ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 。え、でもなんで朝になっても、え、ま、進捗達成モンスターハンターって何？モンスターを倒したから。倒したの？何、上から乗っかったからみたいな。いや、え、たまたま日が昇るとモンスターは生きていけなくって、夜の間しか、鬼滅の刃じゃん。そう、活動できないの。鬼じゃん。で、こいつをまず家作る拠点決めた方がいいんじゃない？ここでいいの？え、じゃあここがいいか。ここがいい。穴開きまくって、まあ逆にあの上だけ半地下みたいなね。あ、いいこと考えた。え、じゃあここ逆に家の中に作業台作っといた方がいいってことね。そう。じゃあちょっと家作ってきます。え、ドア置くじゃん。ドア置けるよで、ここにお、いいんだけどねいいんだけどコスパ中すぎるってそれ。え、なんでこれが一番良くないここに置いてこうし、そうなんだけど、いいんだけど、あ、これできるか。うわ、足りない、足りません。足りない原因は分かっている。まあ2個だったらすぐにねいけるじゃん先進アートかな初回にしては大きい家作れてんじゃない。完成最初の家です。まあ困ったらここに行きましょうっていう。あ、音が。じゃあこれでクリックで、はい、ベッド作りましょう。ベッド作りましょうなんですが、まずベッドには羊の羊毛が必要になってくるので素材持ってません。硬くていいんだけどな。焚き火は、あー、木炭が必要なのか。硬くていいって、それ元々のどこでも寝れるとかの話とかじゃなくてあのマイクロっていうシステム上必要なんだ。必要なんです。下掘れんだ。そう、天才じゃん。あ、ダメなんで直下掘りっていうのは、うん、やってみたらいいかもしれないけど。じゃあ斧って壊れちゃうんだね。そう、あれスタミナある。今ただ左と右持ち替えた。ああ、そんなことあるんだ。ああ、ね、本当にいいことだけどな。なんで？え、落とし穴とかある？え、マントルに入る。お、新しい素材だ。1時間でこの進捗状況なの？え、これは早いの遅いのどっち？遅いんじゃない？遅いの？でも初見だとみんなこんなもんなんじゃないのかな分かんない。戻ってきた。まあフローリング、一部フローリングです。ゲンゲンの家はこれ。ゲンゲンね、あの、うん、あんま仲良くない人分かんないと思うけど、コスパ中でその 見てくれ気にしないんですよ、ゲンゲンって。うん、え、この床絶対今埋めた方がいいってみんな思うじゃん。え、だってさ、今木炭は作れるわけじゃん。ご飯とかもね、もう全部どうせ胃の中でぐちゃぐちゃになるんだからって言って盛り付けとかしないのよ。混ぜればね。そう、混ぜれば一緒だから。羊がね、奥にいたのよ。嘘じゃん。あ、音がする。ほら、これでベッド作れる。じゃあ、ちょっと睡眠したいです。黒豚？これは黒羊。黒羊？いっぱい羊を一旦。野蛮味を感じるな。目を頼りにすればいいんだよね。そう、鳴き声を頼りに。あ、いた、あ、いた。木の隙間からこんにちは。待てよ、ちょっと待って、家戻れない。まあ、でもこっちでしょ、確か。あ、落ちた。何昼なのに。クリーパーは昼でも活動できるんだよね。え、そう、洞窟から出て、うわ、痙攣してる。え、待って、一からやり直し。今持ってたものは全部なくなっちゃった。嘘、しかも家はある。そう、だから。で、座標っていうのが見れるんだけど、うん、座標で一旦覚えておくのがいいかも。座標って家の座標がマイナス 8.512 と118ですと。そう、 OK。 どっかメモっといて、それは。まあ マイナス 8.5 と118。記憶力あるもんね。え、どこで死んだ、どこだ。あ、てか羊毛集め直さなきゃ。そう、そうなのよ。そう、だからちょくちょく家帰ってチェストに入れるっていうのが本当は必要な。死んだ場所の死んだ瞬間に座標を確認すればよかったのか。
お、やばい、わあやばい、これは、ま、もう夜だからね。やばいモンスターがいっぱいいて、はい、死にます。死にます、死にます。ちょっと待ってよ、座標を確認しよう。マイナス33と119、 Y 座標ほぼ一緒やん。あった、よかったよかった。ドア開きっぱなし、中にないでください。で、右クリック、そう、右、あ、ドア、よし、あぶねー。はい、受験相談タイムです。夏を制する者は受験を制すって言いますが、それは本当ですか？それは真だけどミスリードで、夏を制する者は受験を制するけど、夏以外も制さないと受験は制せない。あんま、ドア閉めた方がいいけど、ね、一応ね。やばい、狙ってきてる。あー、あー、これやばいね。リスポン、くそ、あ、固まってる。ちょっとお待ちください。あ、うまいこと言ってる人いる。雨降って画面固まるって字じゃなくてね。うん、そう、うまいね。あと家の横に、家の上とかに、あの、あ、もう広い。あ、あぶね、あぶね、あぶね、ぶね、あぶな、青鬼みたいな怖さあるな。すごいなんかゴブリンに見えない。わ、いる、どこにいるかわかんないけど、もしかしたらクリーパーとかがいたらね。あー、雲、倒す、倒す、あー、あ、倒せない、クリーパーって。うん、攻撃したら倒せる。攻撃したんだけどな。今右クリックしてた。あれ、右クリックじゃなかったっけ。ああ、そっか、そう、普通に攻撃ミスってた。ゲンゲンの家の周りは穴だらけです。え、待って、さっきの死んだところ、あ、あ、でも死んだところ、ほら、これ全部、そうそうそう、受け取れた、受け取れた、ナイス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 。あー、でもこれで家の中入ってこられたらもう完全安全ゾーンがなくなるから、もう入ってすぐ閉めなきゃだね。あ、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 どこ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 、危ない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 。石集めるか。下掘ったら石、本当だ。あ、でも待って、あ、あれ、あ、何何何、これは最悪です。え、何でしょう、最悪です。何、スケルトン、え、どういうこと、なんで。これが真下掘りの危険性です。地下に地底王国みたいなのがあるの。だから今もう家と洞窟がつながっちゃってる状態で登ってくる。登っては来ないけど、登っては来れないでしょ。でも嫌じゃない、風水的に。あぶね、家と洞窟がつながってない。まあまあまあ、お腹すいた。いや、え、一撃じゃないの、強っ。一応切り抜き、切り抜き OK です。でも設定変えてさ、うん、R 押しながらだとダッシュできる。お、お、すごい。そう、これでガチピンチの時、え、ベッド作ろう、じゃないと始まんないから。しかし羊がいない。羊、あ、あ、牛か。あれ、あれ羊じゃない、奥にいんの。うん、そんな気がしてる。もうこの際何でもいいから、羊ぶっ殺せば何でもいいよ。いる、おい、来た。お、いや、もう斧がない。おっしゃ、来た、あと2つ。でも一体いれば近くにいるはず。いる、さっきいた、後ろ後ろ、そっち側じゃない、そう、そっち。いや、これ茶色なんだよな。でも白いた、白いた。待って。オッケーオッケーオッケー。いいね、あ、あと一つ。早く早く夜になる前に。で、これで死んだら元も子もない。花で染めて。無理やり全部茶色とか。置いちゃった。え、あー、危ねえ。全部赤に染める。賢い。あー、確かに。もう赤あるからね。これでいけんじゃん。やばい、夕方。
いるね。うわ、おい、来た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 。よし、あ、やばいやばいやばい。オッケーオッケー。ほう、緊張した。うわ、ロストしてるじゃん。なんで、あれ、ちょっと待って。もう、なんで。え、決死の覚悟で、決死の覚悟で花とかも全部置いて、どっかに、どっかに置いてたんだろうな。え、真後ろ、真後ろ。あっ、 ありがとうありがとう。多分あれだ、あの、扉閉めなきゃ扉閉めなきゃっていうので、めちゃめちゃ焦ってたんだ。よし、あ、やばいやばいやばい。オッケーオッケー、あとはもう占領だ。危な。赤の占領で2つ白やるだけ。しかしポピー残り1つ。どっちにしろあと1個必要です。バラでもいけるけど、赤に。でもそれ白だから、これでもいけるかも。スズラン5個もある。あー、そこにいるんかい。子供ゾンビちょっと早い。あ、家の中入ってきちゃってない。入ってきてる。あ、積んだ。まあでもここだったらまだ。ベッド作成 RPA 日本最地記録更新。そんなに遅い。違う、羊がおらんのよね。え、だからもう一番いいのはドア開けて、ね、ゾンビをもう外に追いやってっていうか、そのおとりとして外にこう失うもんないから開けて。ドアにいんのかな、まだいる、いるいる。で、ここ外で、そう、もうこう誘って追いかけっこしよう。追いかけ、さあ追いかけっこしようか。で、空いた隙に入ってドア閉めるっていう。あー、いった、危ね。はい、勝ちです。やっとですね、念願の。はい、作った。よし、オッケー。ここいいじゃん、睡眠スペースとして。おかしいって、おかしい。はい、じゃあおやすみなさい。おお、バイバイ。これがやりたかった。